はい、今日もやっていきます。今日は、施工管理法の、材料管理ですね。材料管理に、の講義を始めたいと思います。読み合わせですね。材料の保管、材料管理の材料の保管、セメント、石膏プラスター、湿気を防ぐために貯蔵場所の床は地面地表面より30センチ以上高くして保管します。はい、抗力ボルト、未開封のまま工事現場へ搬入し、乾燥した場所に規格種類別、径別、長さ別に整理して保管します。箱の積み上げ高さは3段から5段としますと。被覆アーク溶接棒と、吸湿しやすいので、まあ、湿気になっちゃう、すぐ湿気を吸い取っちゃうので、吸湿している恐れがある場合は乾燥機で乾燥してから使用しますと。アスファルトルーフィング、吸湿すると施工時に泡立ちや耳浮き等の、接着不良になるため、乾燥した場所に縦置きで保管しますと。アスファルトルーフィングね、縦置き、はい。で、砂付きストレッチルーフィングと。で、ラップ部分、羽根付けアスファルトルーフィング、砂付きルーフィング、ちょっとこれ画像で見たいですね。画像でどんなものなのかというのも、ちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいよ。
はい、次塗料、これももうちょっとこれはちょっと重要かな。不燃材料で作った独立した平屋建てとし、周囲の建物から 1.5 メートル以上離します。塗料等が付着した、布で引火の恐れがあるものは自然発火を起こす恐れがあります。そのため水の入った金属製の容器に入れるなどして、塗料の保管場所とは別の場所に置きます。これよく下にあのテスト出ますね。はい、次ガラス。床に置いて保管する場合は平置きは避け、常にゴム板などを敷き、壁にもゴム板などを配して縦置きで保管しますと。車輪付き裸体で、運搬した板ガラスは裸体の乗せたまま保管してもいいですと。輸送に姿が木箱入りの場合は85程度の縦置きにします。異寸法の木箱が混ざる場合は大箱を先に置き、小箱を重ね後から重ねて保管します。これもまた、テストに出ますね。はい、次フローリング、屋根、木質材のため湿気を含むと変形するため、屋内の床にシートを敷き、角材を並べた上に積み重ねて保管します。プレキャストコンクリート、分かりませんね。プレキャストコンクリート、平置きする場合は台木を2本敷いて、上部の部材の台木と下部の部材の台木の位置は同じになるようにします。壁紙などの巻いた材料は癖のつかないように縦置きで保管します。床シート、屋内の乾燥した場所に直射日光を避けて縦置きします。縦置き、全部縦置きだね。床シート、ロールカーペットの保管は縦置きにせず横にして 2,3 段までの俵積みで保管します。ロールキャベカーペットね。まとめ、縦置きはアスファルトルーキング、砂付きスルチキルーフィング、ガラス、壁紙、床シートで、横置きは ALC パネル。ここよく覚えておけね。横置きは ALC パネル、保温材、断熱材、ロールカーペットで、その他石材の運搬、針石工事に用いる石材の運搬は仕上げ面、各面、養生カバーなどを養生し、取り付け順序を考慮して、そうですね。これすごいまとまってんだ。これすごいいいじゃないですか。これをまとめて、これでいいんじゃないですかね。写真に保存して、で、ここにもう貼っとけばいいよ。こういうことやねみたいな。以上になりますね。皆さん、運搬、針石工事に用いる、石材の運搬は仕上げ面、多面を養生カバーなどで養生し、取り付け順序を考慮して、輸送用パレット済みで行います。ガラスへの養生材の、貼り付け、日射熱吸収の大きいガラスにおいては養生材を貼り付ける場合はガラスが
熱割れしないことを確認する必要がありますと。はい、まあいいや、以上になりますね。はい、頑張ってください。